信長の野望大使ウィズパワーアップキット実況を始めていきたいと思います。前回は、推し城攻防戦で推し城をなんとか奪取、その後沼田家を救援に行ったんですが、その背後を突いて北条氏康が、7500で岩槻城へ進攻開始、急ぎ戻ってるんですがまだ戻るのが間に合っていない状態、それなので間に合っていないので、芦名とか織田とかここら辺近辺から援軍を借りて現在古川御所に古賀御所に、向かっているところ、多分着くまでにあと6日かかるんで、岩槻城には戻ってこれるんじゃないかなとは思います。大田助政は敗走していたわけではないんで、普通に軍解散なので戻っては来れると思います。で籠城をして、その間にここで救援部隊と援軍と残っている武将たちをかき集めて岩槻城にぶつけて、それで防衛をしていきたいと思います。それでは進めていこうか。でもさすがに岩槻に届くように勝手で、ここに準決勝へっ貯水へっ水池では進めていこうかな。なんだこの戦、500対400。帰ってきてんな。帰ってきたから3人戻って4条、確か1部隊配送してるから、このその1部隊が帰ってきてんのかな。拠点を拡大、拠点拡大、攻め口が1、2、3かな。だから3人残っていればいいっけ。大助政出陣しましょう。合流。大田助政と、押城、唐沢山、祇園と。大田助政、大田助政単体で行って。大田助政単体。あんまり兵士は持っていけない。500。で、まさかつ、雪春とも。そんな兵数はいらんねんか。
れで、これで、目標地点を岩槻城に行きましょう。進むぞ。おっと、4000に減った。部隊返したな。こっちが部隊集結させるか、こうして部隊が減った。でもまあ4000ということは普通に守りきれるよ。普通にいけんな。どうなるかなって思ったら普通にいけんと。いけるいける。籠城します。籠城自動設定450。もう兵糧そんなにいらんで、まあ40日分ぐらい、40日分ぐらいでスタート。はい、殲滅させよう。思い知らせよ。北条氏康と、北条氏康との一戦。舞台さん、舞台。なんかいろいろいるな。なんかいろいろいる。相手は氏康。氏康。長野成政。風魔小太郎や。上泉信綱。照子ば。まあでも領内決戦だからな。総大将は氏康はこれやと思うんだけど、舞台はこっち向いてる。殲滅させよう。殲滅。殲滅ね。後に続け。名簿。覚悟せよ。ご命令を。いざ進まん。下地。お命令くだされ。下地よ、覚悟せよ。名簿、覚悟せよ。これほどと長野になります。
見えているぞ。手を打ちましょう。叩きのめせ。ご命令くだされ。ご命令を。ご命令を。始めるぞ。横槍を入れよ。バカな。ここはこっちもか。敵の居所知れました。我が命に従え。ゲチゲチ始めよ。命は覚悟せよ。参る。始めるぞ。いざ参る。始めるぞ。やりたい。前へ。こんなはずでは。ご命令は覚悟せよ。ゲチ。始めよ。いざ参る。始めるぞ。名も覚悟せよ。参る。覚悟せよ。切り込め。やりたい前へ。やりたい前へ。いざ進まん。参る。始めるぞ。ゲチ始めよ。やりたい前。やりたい前。ゲチ始めるぞ。この戦これで終わらせる。逃がさない。ゲチ覚悟せよ。命を始めよう。いざ参る。覚悟しておけ。始めるぞ。ゲチ覚悟せよ。ご命令始めるぞ。やりたい前へ。ご命令を。ゲッチ始めるぞ。手を打ちましょう。始めよ。ゲッチ叩きのめせ。やりたい前へ。行く。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。いざ進まん。手を打ちましょう。始めよ。ゲチ我が命に従え。ご命令を始めるぞ。参る。始めるぞ。参る。覚悟せよ。参る。覚悟せよ。我らが敗れるとは。やりたい前へ。やりたい前へ。ご命令覚悟せよ。命令始めよう。参る。覚悟せよ。命令覚悟せよ。いざ参る。ゲチご命令を。いざ進まん。手を打ちましょう。叩きのめせ。ゲチ叩きのめせ。敵の居所知れました。これほどとは。やりたい。はい。いざ参る。始めるぞ。ゲッチ始めるぞ。ゲッチ始めるぞ。時は今。力を合わせよ。
月曜手を打ちましょう。名は始めよう。月曜覚悟せよ。月曜始めよう。いざ参る。覚悟せよ。月曜始めるぞ。やりたい前へ。やりたい前へ。ノルノが呼ばれるとは。切り込め。これぞ我が部、我が力よ。勝ち。行くぞ。さすがに、さすがに無理かな、これ以上は。忍びの里を荒らしてから帰るか。進むぞ。忍びの里を荒らしてから帰る。今は待て。なんとか落ち着いたかな。ご命令を。かしこまった。種まきにして、で、証券進出。かしこまった。里見の方に証券を進出させつつ、次は川越かな。川越やったらここに一つ、まあここに建てるからいいか。ここ商人町ですか。商人町と貯水池と。かしこまりました。数がな、武将の数がかなり危ういんだよな。感情が渡す。片付けない。
では先へ進みましょう。結局忍び技出てくるやろ。 CPU 忍びが大好きやからな。とりあえず北条とは沿線環状出てるんで講和しましょう。北条とは講和。はっ。でだ、これは日記がなんか攻めてる。武田が動かへんな。うわお、名古屋まで落としやがった。名古屋まで落としやがった今川。これは今川義元打たれへんな。毛利信介、信長がいる。あと2条しかない。これはこれはそろそろいいかな。外交編集します。ゲーム中編集、外交編集OK。 増田と今川を敵でします。で、増田と今川の有効度を、心象をマイナス100号します。これで増田を取ってくれると思う今川。ぐいぐい行ってよ今川さん、ラスボスなんだから。さて進めていきましょう。志死んだ、果たせぬか。わお、カンバスター、何も対策してね。いや、考えはやってる、でも無理や。考えやってないところや。いやー、表情を始める。策がございます。次は農業軍事、違う、農業しようね。普通に内政やっておこう。普通に内政を
表情を終える。コニダ。コニダと行動速かな。ゲッチよ。金銭佐竹に送り始めるか。金銭佐竹家に送り始めるか。上杉かな。上杉に送り始めよう。上杉に神前を送っていく。かしこまりました。さとみ家の方で。やっていきつつ、王子男はうちがここにいる限り、こっちの方面は王子は安全じゃない。長尾と通称やろ。ゲッチ。いっぱいあるね。いっぱいあるね。いっぱいあるね。では、飽きない症例はできないか。交渉。伊達家と同盟を結びます。かしこまりました。さて、多分攻めてくれるとは思うけど、岡崎城、今で今川が切磋琢磨、三輪長秀、お通夜の方とかいる。織田家の人間で、岩槻城を回収しようか。いやー、まだやな、金がないんやな。かしこまりました。金を貯めていかないと。
かしこまった。伊達と同盟。ご命令を。一斉に考えをやっていく。かしこまりました。伸びる。武田何してんの。表情を始める。策がございます。なおも農業商業でしょう。なおも農業商業。表情を終える。ご命令を。大宴会が切れてる。ヤード大宴会。我が志必ずや果たさん。感情が入ったな。大体宴会すればみんな青になるようになった。かたじけない。かしこまった。かしこまった。岩槻城が最前線やから、ここが最前線になるような感じやったから、ここを固めたいんだよな。戦をプランナー、さっさと松平吸収すりゃいい。ご命令を。さとみ、さとみも同盟を結びます。はっ。そして佐竹とも親善を開始しましょう。はっ。さて先。ご命令を。秋で
水晶。岩月にルミンがおらんな。ルミンがおらんな。かしこまりました。岩月にルミンがおらん。長尾とも同盟を結びます。かしこまりました。さて、本日の実況はここまでにしようかな。またすぐに北条が来ると思います。すぐに北条が来る、また来ると思うんで、また迎撃、チャンスを見てカウンター、そんな感じでやっていこうかな。次回は川越城狙っていきたいなと思います。そしてそんなもんかな。川越城を狙って、川越城八王子、川越八王子と言って、小田原を突破。あとは東海道に入っていく感じですね。小田原突破きついやろな。ここも同盟やからな。そろそろきつくなってくるかな。大竹を中心とする関東連合軍隊、北条構想する三国同盟。でも今川ともうすぐ切れるな。延長する可能性はあるけど。まあ、やっていこうかな。頑張っていきましょう。これからが大変な時期になっていくかなと思うんで、これからやっていきましょう。頑張っていきます。ご視聴ありがとうございました。